んにちは、川島です。先日お仕立てした服たちが完成しました。かわいい。うん、かわいい。かわいい。かわいい。あ、すごいかわいい。ちゃんと伝わってたね、腕のひらひら。すごい。はるかさんもあれ出しました。あ、あれ。あ、出しました。出した。気づかれてないけど。あ、かわいい。かわいい。かわいい。いい感じ、いい感じ。え、かわいいね。ちょっと長い。言ったらすぐ詰めてもらえそう。着てみたいな、やっぱり。そうだね。あ、いい。いい感じ、めっちゃかわいい。あ、着ていいの。OK。あ、ごまね。イエ。あるんだ。うんうんうん、綺麗。あ、オッケーオッケー。あ、かわいいかわいい。うんうんうん、いい感じ、かわいい。あ、いい。こちらが試着室でございます。鏡の汚れがすごい。1着目はタイトめなワンピースで背中にチャックがついてます。デコルテ周りは V ライン、綺麗め。そしてこの黄色はイメージと少し違ってボワッとひよこみたいになっちゃってたので、ウエストにゴムを入れてキュッと締めてもらいました。チュクチュクチュクで伝わります。ずっとチュクチュクチュクって言ってた。私の動画を見ていただいたお客様に、意外と黄色が似合うんだねと褒めていただいたので黄色にしてみました。最近の悩みはこの筋肉が落ちてきた二の腕なんですけど、隠さず出していきます。はい、かわいい。3着目です。この色大好き。ただ丈、裾が長かったので詰めてもらいました。この後別のお客様がご来店されたので、1時間後にまた取りに来てくれと言われ、カフェへ移動しました。1着目。かわいい。かわいい。いいね、いいね、いいね。丈を直してもらってました。かわいい。オッケー、オッケー。オッケーにゃ。またね。またね。ありがとう。カモン。ボス？ボス？ボス？ここのボス？またね。ありがとう。カモン、カモンにゃ。ちなみに男性向けの布屋さんもありました。うん、ちゃんと梱包されてるしね。来た。新しくできた網友と我が家で初のバンタン会しました。夫と久しぶりに包帯エリアお散歩。ハノイ
会で最初にお友達になってくださった方が最近ご出産されたので赤ちゃんに会いに行ってきました。その後はタートルレイクでビールタイム。美味しかった。 Hi everybody, this is Hanuka. Yes, ありがとうございます。ジャパニーズ。Yes, ありがとう。ありがとう。元気ですか？元気です。 Thank you。本日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画はベトナムのローカル体験です。ではまた。